ジャン君。すっごいよく聞こえてるよ、その音。あれ？ジャン君、ヘッドホンで音を聞きながら動画を撮影したら、よいしょ、音が聞こえちゃったよ。ジャン君、ポンちゃんどこ行っちゃった？まだ上にいるの？ジャン君の猫危険防止用柵の鍵がまだしっくりきません。いろんなことをやっているんですけれども、まだダメです。どうしようかな。フックになってるやつがすごく気に入っているんだけど、そのフックの形には、非常に問題ないというか、ベストと思ったんだけど、それの設置方法ですね、どうやったらうまくつくのかしらっていうところですね。まだ考えています。今日やったやつも、おお、これだったらいけんじゃんみたいなやつがさっぱりでした。やっぱりうまくいきませんでした。これがですね、おお、いけんじゃんの正体です。わかるかな。こういう風にですね、こうネジをこうやって上下にこんな風に差し込んで、そこにここのこのフック部分を引っ掛けているんです。ただこれ、あら、これはちょっと不可抗力ですね。このようにしてですね、こうですね、こうやって、はいはいはい、簡単にできました。できましたが、これ実はここの隙間、あれ、まあまあ空いてる。まあこれだったら絶対取れないかな、取れないとは思うんですが、これが意外にも外れやすいんですよね。もうちょっとこの状態で使ってみますけど、あんまりにも取れるようだったらまた考えます。今ちょっとうまくいっちゃってる風なので、いけるのかな。まあ、過去のやつよりは結構いけてるのかな。あ、こっちに来るとダメ。あ、ちょっとないね。あ、ほら取れた。これなんでかっていうと、ゴムでこっちに引っ張ってるからですね。こっちにね。こういうことだね。ここを完全に止めちゃうからな。はい、ポンちゃん。はい、ポンちゃん出てきたね。ポンちゃんは早く外に行って遊びたいんだもんね。なんだけど鍵がうまくいかなくてごめんなさい。うん、そうだね。ちょっと頑張ってみるね。はい、ジャン君。
そっておいきなさい。